ダニエル・レインジは、オレゴン州友人出身の元バスケットボール選手で、元プロ野球選手。現役時代は NBA でプレーし、1980年代に黄金期を築いた、ボストンセルティックスやフェニックス・サンズなどで活躍した。野球選手としては、MLB のトロント・ブルージェイズでプレーしており、NBA と MLB の2大リーグでプレーしたことが、あるけうな存在である。 老いのエリック・エインジは2008年の NFL ドラフトでニューヨーク・ジェッツに指名されて入団した。エインジは非常にマルチな才能を有していた少年だった。バスケットに野球、さらにはアメリカンフットボールでもエインジは学校のスターだった。高校生の時にはノースユージーン高校のバスケットチームを2年連続で州のタイトルに導き、 パレード視選室の高校オールアメリカンチームに選ばれた。アメフトの分野ではワイドレシーバーとして同じくパレード視選室のジュニアオールアメリカンに選ばれている。3つのスポーツでオールアメリカンに選ばれた唯一の人物である。高校卒業後、エインジは1977年の MLB ドラフトでメジャーリーグベースボールのトロントブルージーズから指名を受けた。 エインジは、ブリガム・ヤング大学に通う傍ら、プロ野球選手として活動することになる。カレッジバスケでも花々しい活躍をしたエインジは、ブリガム・ヤング大学在学中の4年間で、オールアメリカンに1回、アカデミー・オール・アメリカン・ファーストチームには2回、カンファレンスの最優秀選手には1回選ばれ、カンファレンスのファーストチームには4年間すべてで選ばれた。さらに、 最終学年の1981年には全米で最も活躍したカレッジ選手に贈られるジョング・デン賞を獲得した。1981年の NCWA トーナメントにおけるエリート8進出をかけたノートルダム大学との対戦で残り1秒で逆転シュートを決めたエインジのプレーは NCWA 史上でも最も有名なショットの一つとして知られている。 カレッジバスケ界のスター選手だったエインジはバスケのオフシーズンである夏にはブルージェイズでプレーしていた。2年間はマイナーリーグ生活だったが、1979年にはメジャーに昇格し、2類種として87試合に出場。2年目には中堅種、3年目には3類種としてプレーし、1981年までメジャーリーガーとして活動した。 3シーズンの通算成績は665打数146アンダ37打点に HR。大学で最後のシーズンを終えたエインジはバスケットに専念することを決意、1981年の NBA ドラフトにエントリーし、ボストンセルティックスから2巡目31位指名を受けた。エインジはブルージェイズ所属の選手だったため、セルティックスはブルージェイズから、 エインジの契約を買い取った。当時のセルティックスは、ナリーバード、ロバート・パリッシュ、ケビン・マクヘイルら史上最高と歌われるフロントコート陣を擁しており、エインジはこの黄金期セルティックスの一員として迎え入れられた。しかし、キャリア初期のエインジは、シュートセレクションの悪さが目立ち、チームメートからは、野球の打率の方が良いとからかわれていた。 当然出場時間は限定され、1年目の1981から82、シーズンは53試合の出場で平均4.1得点の成績に終わる。2年目にはシュートセレクションが改善され、フィールドゴール成功率は急速に上昇した。成績は平均9.9得点にまで伸び、ジェラルド・ヘンダーソンから先発ガードの座を奪うことに成功するが、 セルティックスが80年代に入って2度目の優勝を飾った1983から84シーズンは再び控えに回され成績を落とした。エインジがセルティックスにとって欠かせない存在となったのは1984から85シーズンからだった。このシーズン、ジェラルド・ヘンダーソンがチームを離れたため、エインジはセルティックス不動の先発ガードに定着。 ガードの選手ながら FG 成功率は5割を突破し、アベレージは平均12.9得点を記録した。翌1985から86シーズン、セルティックスは67勝15敗というリーグ史上でも屈指の好成績を収める。ファイナルではヒューストンドケッツを破り、エインジは2つ目のチャンピオンリングを手に入れた。この優勝が 80年代セルティックス最後の優勝となった。1986から87シーズンからエインジはシューターとしての才能を発揮し出すようになる。スリーポイントシュートし投げ数、成功数ともに前シーズンから3倍以上に増え、成功率43.3%はリーグ3位の成績だった。このシーズンもセルティックスはファイナルまで勝ち進んだが、 宿敵ロサンゼルスレイカーズの前に敗れている。その後もエインジは平均15得点前後を稼ぎ出す有力なスコアラーとして活躍し、1987から88シーズンにはオールスターゲームにも出場を果たしたが、一方セルティックスはデトロイトピストンズの対等に押されつつあった。1988から89シーズンには AS のラリーバードが、 シーズンの大半を欠場し、シーズン序盤から苦戦を強いられた。高齢化が進んだため、チームは35歳のロバート・パリッシュの代わりを、務められる若いセンターを探していた。そしてサクラメント・キングスのジョークラインに目をつけ、トレード要員として、白羽の矢が立ったのがエインジだった。この年に指名したルーキー・ブライアン賞が、エインジの代わりになると判断したチームは、ついに、エインジを、 トレードで放出した。セルティックスではあくまでフロントコート陣のサポーティングキャストだったエインジは低迷中のサクラメントキングスではエース格の選手だった。トレード後の成績は平均20.3得点6.7アシスト。シーズン全体では17.5得点5.5アシストとキャリアハイだった。しかしチームはエインジの奮闘もかなく大きく負け越し、エインジはキャリアで 初めてプレーオフ出場を経験した。2年目の1989から90シーズンには17.9得点6.0アシストとキャリア最高の成績を残すが、チーム成績は一向に成長する気配を見せず、エインジはキングスで2シーズンプレーした後、彼の故郷であるオレゴン州のチーム、ポートランドトレールブレイザーズに移籍した。当時のブレイザーズは、 リーグ屈指の強豪に成長しており、エインジが移籍してくる前シーズンにはファイナルにまで進出したが、ファイナル制覇はならなかった。31歳となっていたエインジは優勝経験のある、ベテランとしての役割が求められ、クライドドレクスラーなどの控えとしてプレーした。自然と出場時間は削られ、成績は後退した。ブレイザーズで2年目の1991から92シーズン。 チームはファイナルに進出。エインジにとって5回目となるファイナルでの対戦相手は、前世紀のマイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズだった。第1戦はジョーダンに良いようにやられてしまうが、第2戦では、オーバータイムにまでもつれた末に、ここで優勝を受け負いにエインジが見事な働きを見せ、ファイナル記録となる、オーバータイムだけで9得点を挙げ、ブルズを破った。しかしシリーズは4勝2敗で、 ブルズが制し、優勝はならなかった。オフにフリーエージェントとなったエインジは、フェニックスサンズと契約した。この年のサンズは、大幅なイメージチェンジを図り、ホームアリーナ、アメリカウエストアリーナを新設、ユニフォームとチームロゴを一新した上に、人事では、ヘッドコーチに若いポールウェストファルを起用した上、さらに大物パワーフォワードのチャールズ・バークレイを獲得した。このチームで、 エインジに求められたものは、やはりセルティックスで培った優勝経験だった。サンズは、チーム改革が功を奏し、レギュラーシーズンをリーグ最高勝率で終えて、プレーオフを勝ち抜いて、ファイナルに進出。エインジにとっては6回目となるファイナルの対戦相手は、またしても冗談率いるシカゴブルズだった。エインジはこのシリーズで、ブルズのスコッティ・ビッペンから、スローインを背中に当てられ、 そのままダンクを決められるという屈辱的なプレーを味わっている。シリーズの行方が決定した第6戦では、白熱して冗談と口論になり、冗談と共にテクニカルファウルを受けた。ファイナルはブルズが制し、サンズは初優勝を逃し、エインジは2年連続でブルズの前に敗れた。エインジはその後1994から95シーズンまでサンズでプレーし、 36歳で現役から引退した。NBA キャリア通算成績は、1042試合に、出場、平均11.5得点4.0アシスト1.1スティール。フィールドゴール成功率46.9%、スリーポイントシュート成功率37.8%、フリースロー成功率84.6%。主に、シューターとして活躍した。 リーグ史上二人目となるスリーポイントシュート成功数通算900本達成者である。強気なプレーが持ち味で非常に好戦的であり、彼の態度はしばしば対戦相手をイラつかせた。1983年のプレーオフ、アトランタホークスとの対戦では216センチメートルのトゥリーロリンズと乱闘騒ぎを起こしている。またフェニックスサンズ時代の1994年に、 ヒューストンドケッツのマリオ・エリーの顔面にボールをぶつけた。彼は恋ではなく事故だと主張したが NBA から5000ドルの罰金が言い渡された。バスケ、野球、アメフトのほか、ゴルフもプロ級の腕で、私生活ではキャリア晩年の旧敵マイケル・ジョーダンとゴルフを楽しんでいた。エインジが引退して以降のフェニックス・サンズは1996年のオフに チャールズ・バークレーがチームを離れたため、チームは開幕から負けが続いた。当時のヘッドコーチだったコトン・フィッツ・シモンズは開幕から8連敗したところで解雇され、彼の後釜としてヘッドコーチに抜擢されたのがエインジだった。エインジがコーチに就くことでなんとか13で開幕連敗記録を止めたが、その後もチームは安定せず大きく負け越した状態が続いた。 エインジに運気が向いてきたのは、シーズン中に、マイケル・フィンリーとの交換で、ジェイソン・キットを獲得したことだった。キット獲得後チーム成績は一気に上向き、シーズン終盤には11連勝を収めた。開幕13連敗が響き最終的には40勝42敗で、プレーオフ進出し、翌1997から98シーズンには56勝26敗の、 好成績を収めた。エインジが指揮を取っていた1996年から1999年の間、チームは勝率5割を下回ったことはなかったが、1999年12月13日、20試合を消化した時点でエインジは突如として、ヘッドコーチの座から退いた。エインジは、辞任理由を、家族との時間を大切にしたいためと説明した。 ヘッドコーチ期間の通算成績は136勝96敗、勝率602。コーチ職を辞してからは TNT のキャスターなどを務めた。2003年、エインジは現役時代の大半を過ごしたボストンセルティックスのバスケットボール部門ディレクター兼、ジェネラルマネージャーに就任した。以後、エインジが行った人事はしばしば論争の的となっている。 エインジは GM について、最初に行ったトレードで、オールスター選手のアントワン・ウォーカーを放出し、さらにシーズン中も大型トレードを実施して、リッキー・デイビスを獲得している。年をまたいだ2004年1月には、ジム・オブライエンが、バスケットボールの哲学が違うとエインジとの確執を、ほのめかしながら、チームに辞任を申し入れた。暫定ヘッドコーチとして、ジョン・キャロルがついたが、 彼もシーズン終了後に解雇された。後任にドックリバースを迎えた。オフには放出したばかりのウォーカーをトレードで呼び戻し、さらにゲイリー・ペイトンを獲得。ベテランを獲得したことが功を奏し、2004から05、シーズンには12シーズンぶりにディビジョン優勝を遂げた。この直後、エインジは突如若手中心のチーム作りに方針を転換し、 ウォーカーとペイトンをわずか1シーズンで放出した。エインジは若手選手の成長にかけたが、2005から06シーズンは4シーズンぶりにプレーオフ出場となり、翌2006から07シーズンにはチーム記録となる18連敗を喫し、カンファレンス再開に沈んだ。このシーズンの後、チーム唯一のスター選手、ポール・ピアースが一向に補強の進まないチームに対する不満を公に、 語り始めた。チームの大黒柱の怒りを受け、エインジは若手中心の方針を捨てざるを得なくなり、ここから補強に向けて奔走するようになる。カンファレンス再開に沈んだことで2007年の NBA ドラフトの好順位指名権が得られると踏んだ、エインジは、まずはドラフトにエントリーする可能性の高いカレッジ選手に目をつけた。しかしカレッジ界の大物選手ケビン・デュラントの母親と、 接触したことが、協会の規定に抵触したため、3万ドルの罰金を課せられた。不運は続き、ドラフトロッタリーで引き当てた、指名権は5位という期待外れのものだった。ドラフトでの補強が期待できなくなったエインジは、トレードによる補強を試みようとする。最初に獲得を試みたのが、フェニックス・サンズ所属のショーン・マリオンだったが、両チームの折り合いがつかずに破談となった。 他にも大物選手獲得に向けていくつかの交渉の席を持ったが、いずれも成立しなかった。このオフには、ミネソタティンバー・ウールブズ所属の大物選手、ケビン・ガーネットがいよいよウルブズを離れるのではないかという噂が巷を駆け抜け、当然のように、エインジのセルティックスもガーネット獲得に向けて名乗りを上げ、一時は成立寸前とまで言われたが、ガーネット本人が、 セルティックス行きを拒否した。いずれの交渉も破断となった原因は、セルティックスがリーグでも最弱のチームの一つであるということに他ならず、将来の見えないチームに行きたがる大物選手はいなかった。エインジとセルティックスはいよいよ心配極まったかに見えた。ドラフトが行われた6月28日、世間を驚かせるビッグトレードが成立。トレードを観光したのは、 エインジのセルティックスとシアトルスーパーソニックスだった。セルティックスからはデロンテウェスト、ウォーリー・ザービアック、ドラフトで獲得したジェフ・グリーンを放出、代わりに得たのがリーグ屈指のシューターレイ・アレンだった。アレンとピアースの両ウィングはリーグ屈指のデュオとして話題を呼んだが、このトレードは後のさらなるビッグトレードの呼び水となった。 アレンのトレードから約1ヶ月後の7月31日、ケビン・ガーネットのセルティックス行きが決定する。アレンの獲得を聞いて、ガーネットが態度を軟化させた結果だった。また、エインジとウルブズの GM についている元チームメイトのケビン・マクヘイルとの良好な関係が、トレード成立の後押しをしたと言われている。かくして、セルティックスに、ケビン・ガーネット、ポール・ピアース、 レイアレンというリーグ市場でもシシのビッグ3が誕生した。二つのビッグトレードでセルティックスからは軽10人が放出され、選手層の薄さを危ぶむ声も多く上がったが、エインジはビッグ3の魅力を存分に使い、ジェームス・ポージー、サム・キャセール、PJ ・ブラウンらを獲得し、卒のない補強を実践した。エインジがこのオフに払った多大な労力は2007から08。 シーズンの66勝16敗という大躍進と最も優秀なフロントに送られるエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤー獲得という形をもって報われ得た2009年4月に軽い心臓発作を起こし病院に運ばれた2010年5月3日のクリーブランド・キャバリアーズとのカンファレンスセミファイナル第2戦で JJ ・ヒクソンのフリースローの際タオルを投げたことに対して NBA から2万5千ドルの 罰金を受けたアメリカのメジャースポーツで複数の競技にわたって活躍した選手ではジムソープ、ボー・ジャクソン、ディオン・サンダースやジーン・コンリーなどがいる。トニー・メオラは1994フィーファワールドカップにアメリカ代表のゴールキーパーとして出場した後、一時 NFL のニューヨーク・ジェッツでプレーした。プロでは出場していないが、ニューヨーク・ニックスに在籍したチャーリー・ウォードは カレーチフットボールでも年間最優秀選手に与えられるハイズマン賞を受賞した。ありがとうございます。